ャンネル登録2000人企画質問コーナー、イエーイ。たくさんの質問ありがとうございます。ありがとうございます。その中から選んで質問に答えていきたいと思います。イエーイ。ティアラチャンネル、たくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一つ目、きなこもちさん、みんなの名前教えてください。あと何年生ですか。採用してくれると嬉しいです、ということです。小学6年生ありさです。小学4年生りなです。小学6年生ねねです。小学6年生りんです。小学5年生まいかです。小学6年生ゆなです。はい、はい、以上です。以上です。じゃあ次、ネコペンはるかさん、メンバー全員の名前と身長と今何年生かを教えてください、はい、採用してくれると嬉しいです。ティアラチャンネル大好きです。これからも頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。じゃあここは、身長を教えていただきたいなと思います。最近ね、身長測った。どうぞ。はい、アリサの身長は143です。本当かな。本当かな。本当、143です。わかります。リナの身長は133になりました。おー、成長したね。はい、成長しました。ねね、たぶんやけど、はい、ねねの身長は136ぐらいですね。もうそれ。サバ読んでない。いける。ん？サバ読んでない。何それ？サビってない。はい、次。はい、次。リンの身長は138です。おお、あともうちょっと。あともうちょっと。あと2センチ。マイカちゃんと一緒。マイカの身長は136です。おお。ニュナ。ニュナの身長は152センチ。一番高い。高くない？すごい。次ね、レノレラ対マリアさん。中学生になったらやってみたい部活は？私は中学校でバドミントンをやってました。今は高校で合唱部に入っています。じゃあ高校生の人かな。はい、まだなってないけどやってみたい部活があります。はい、どうぞ。はい、アルサがやってみたい部活は、お母さんとお姉ちゃんが今入っている、あ、今じゃない、お母さんが前入っていて中学生かな。で、お姉ちゃんが今入っている吹奏楽部に入りたいです。吹奏楽部いいね。ちなみにしたい楽器とかありますか。したい楽器はホルンです。あ、そうです。あ、なんかトランペットみたいな。そうそう。なかなか、なかなか、ホルンね。部活少ないね。私はまだクラブもやってないから、クラブでいいですか。どうぞ。クラブやったらバドミントンです。あ、一緒じゃん。バドミントンとかダンスとか。あ、ダンス。ダンス部いいね。いいです。ねねね、部活ね、中学校めっちゃ少ないとって。あ、そうなの。そう。ないのでもいいけどさ。うん。ないの。え、例えば何がある？部活。知らんから自分がやりたいもんやけ。手芸とか。あー、手芸で。手芸クラブ？なんか縫っちゃう。縫ったり。なんか縫っちゃう。縫ったりとかキーホルダー作ったり。あ、それいい。なんかあれ、マフラー作ったりとかね。編み物とか結構できるよ。はい、次。リンが入ってみたい部活はアリサちゃんと同じで吹奏楽部です。おー、一緒。ちなみにやってみたい楽器は？名前がよく全然分かってなくて、なんかトランペットみたいな。トランペットみたいなやつ。じゃあトランペットで。はい、次。あんまり部活が分からないけど。じゃあクラブでいいよ。調理に入った。あ、家庭調理クラブ。家庭科クラブみたいな。やっぱ似合う。家庭科クラブ。ユナは
帰部に入ってそう。あ帰宅部に入って足腰鍛える。卓球部。卓球部。意外。卓球部ね。面白そう。面白そう。クラブでは今100人一緒クラブ。100人一緒クラブ。ダンスクラブに入れた。お、ダンスクラブ。フラダンスクラブ。どうする？そうなんの？ないです。コンピューターの子だっけ。あ、コンピューター入ってます。じゃあ次、小早川舞さんかな。はい、2000人おめでとう。ありがとうございます。一つ目の質問、はい、ねねちゃんの好きなお洋服のブランドは何ですか。全部好きなんですけど、特に着てるのはレピピアルマリオかアルジーですね。特に好きなのあと筆箱紹介やってくれると嬉しいです。はい、もう上がってるよね。クリエイターひかりちゃんとやりました。見てね、見てください。見てください。下下下で、2つ目、みんなの好きな色と好きなことは何ですか。はい、はい、まず好きな色から。好きな色は2つ言っていいよ。あ、どっちともですか。うん、好きな色は黄色とピンクと紫とです。紫とあとエメラルドグリーンが好きです。あー綺麗だよね。好きなこといいんですか。好きなことは寝ることと寝ることとご飯食べることとみんなとお話しすることと遊ぶことです。あと洋服を見ることと、うん、あとアクセサリーを見たりすることです。結構多いな。好きなことはたくさん。リナの好きな色は黄色と紫とピンクです。で、好きなことは、最近ね、まだちょっと前にもあったけど、リカちゃん人形で遊ぶことです。あー可愛いし、でも結構前に結構なんだよ。じゃあ、ねねの好きな色はパステルカラーが好きで、パステルカラーの中でもピンクと紫のパステルカラーが好きです。あ、好きなことは最近見つけて料理することです。あー好き。ちなみになんか作れるようになった。あ、最近作ったの？カップラーメン。それ料理って言えるの？なんだっけ？ケンタッキー？何やったっけ？あ、何やったっけ？あのなんか最近作ったのは友達と卵焼きサンドみたいな。卵サンド作った。おお、イエーイ、作りました。リンが好きな色は水色と紫とピンクで、あの好きなことは遊ぶことと、うん、ゆっくりすること。りんちゃんゆっくりすること、ゆっくりのんびりだ。のんびりすることが好きってことね。みんななんか紫とピンクがあるね。結構紫ピンクが人気なんですね。結構ね、相性がいいし、服とかよくあるよね。紫とピンクの相性がいい。とマイカが好きな色は紫とピンクです。やっぱり、やっぱり。好きなことは歌うこととお料理することです。へえ、うん、歌うこと、なんか聞いてみたい。歌ってください。ではマイカちゃんの歌まで3、2、1、どうぞ。むちゃぶり、むちゃぶり。それはむちゃぶり。じゃあ、まいかちゃんの歌は最後、最後、はい、最後ね、最後。皆さんお楽しみください。おまけとして。はい、次ゆなは、好きな色は白と黄色。へぇー、腕たまえ。じゃあ、腕たまなぶ。で、好きなことは、食べることと寝ることとぐったりすることと。腕たまえ。腕たまえや、まさに。あとは、ご飯食べること。え、2回言ったらどんだけ好きな。と洋服を見ることが好きです。めっちゃゆなちゃんっぽい。ゆなちゃんっぽい。でもアリサと似てるね。はい、あとアクセを見ることが好き。
え、でもなんかアリサちゃんっぽくない？メイクとヘアアレみたいな。そう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 、メイク、ヘアアレ、服、あのアクセも入ってる。あ、そんな感じ。なんかおしゃれ系が好きと思ってた。あ、じゃあおしゃれ系で。おしゃれ系。はい、はい、3つ目、みんなの好きな髪型は何ですか？ざっくり言うと、ゆるかわ系の、例えばくるりんぱとか、あと編み込みとかが好きです。もうできない編み込み。最近私髪切ったんで、最近っていうか昨日なんですけど、髪切ったから普通に二つ結びとかしようと思います。しようと思います。しようと思います。ねねはなんかここで三つ編みするの最近で、この前、あ、昨日、昨日じゃない、一昨日ぐらいに、あ、違う、昨日だ、土曜参観があって、友達になんかこことここを三つ編みしてポニーテールにしてもらったのが好きです。可愛かった。あ、はい、友達にしてもらったの？なんかいじられるの髪の毛をよくあります。今シンプルにとポニーテールと三つ編みが好きです。ぽいって感じ。私はウェーブして、なんかここに猫耳をするんですよ。あー、かわいいよね。絶対似合う、絶対似合う。似合う。ゆなは最近高い位置でポニーテール、髪の毛巻いてポニーテールするのと、お団子が、あー、やっぱり気になる。やってたよね。じゃあ次、ゆうすけさんかな。チャンネル登録2000人おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも動画見てます。質問です。最近ハマってることは何ですか？はい、あと100万円あったら何に使えますか？採用されると嬉しいです。これからも頑張ってください。難しいですね。頑張ります。難しいな。最近ハマってることはおしゃれに関することです。例えばヘアメイクと、自分の顔をメイクしたりとか、あとこれで髪の毛結んだりとか、お姉ちゃんの髪の毛結んだりとかそういうことが好きです。で、100万円100万円あったら家を買いたいです。買えません。100万じゃ買えません。え、じゃあ家じゃなくてどうしようかな、迷うな。まず洋服買って、アクセサリー買って、可愛いものを買いたいです。なんか人形とかぬいぐるみとか買いたいです。あ自分の部屋をめっちゃ可愛くしたい。そう、デコったり。私、最近ハマっていることは YouTube とかでメイクの動画を見ることです。そうやって100万円があったら、なんかいろんなとこのお店とかで可愛いスクイーズとかユニコーンのさ、ものとかを買いたいです。おー、なんかヘアチューさスクイーズだらけやったさ、なんかこけた時もさ痛くなさそう。床とかに柔らかい、寝る時気持ちいっちゃう。柔らかいって。ねねはハマっていることは好きなことと同じで、料理と自分の YouTube とか見たり、他の方の YouTube 見たりして勉強すること。他の方って言ったらカーキチャンネルさんとか、メル TV さんとかはなんかめっちゃおしゃれに関することがあるから好きです。100万円やったら、半分使って半分残します。半分意外。ちょっとその半分は洋服とかアクセサリーとか、なんか飾れる可愛くするものが欲しいです。おゆるふわ系。みんな可愛いねとリンがハマっていることは手芸でポーチやティッシュ入れを作ることで、すごい。と100万円があったら好きな服を全部買って、いいね、アクセサリーを全部買って、好きなスクイーズを全部買って、いいね、全部欲望の塊。でもなんかおしゃれしたいです。あ、
残るんだ残るかなそれで残るかな200件ぐらい残るかな使っちゃおうよ今ハマっていることは筆箱集め、で100万円あったら旅行に行きたいです。海外旅行一人いや家族と例えばどこの海外に行きたい。ワイキキえけどドッキリじゃん。ねね韓国ねね韓国行きたい。行きたい。韓国とハワイかなとグアム。おお。ひなは今ハマっていることはずっと調べてる、ね。計算立ててやることかな。何優等生ぶりよ。私たち違うのに。あ、靴スクイーズ怖いとかいっぱい買って残ったらディズニーランドに行きたい。あディズニーランドっていうよりもディズニーワールドに行きたい。ワールドはい次、ラブスライムさんから2000人おめでとう。早いね。はい、ティアラチャンネルに入ろうと思ったきっかけは何ですか。あと、なんでそんなに可愛いんですか。いつも見てます。これからも頑張ってくださいということなんですけど、はい、ティアラチャンネルに入ろうと思ったきっかけは、ね、自分が、事務所を建てたいと思って歩い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 てみんなを見つけてね、ティアラチャンネルしないかいっていうことでお誘いしたわけでございます。スカウトみたいな。最初ね、そうそう、スカウトさせてもらってね、ちょっとって言われてっていう感じでね、集めながらここまで来ました、はい、そしてあとなんでそんなに可愛いんですか。可愛いは作れる。ハッピーアイスクリームさんから、はい、好きな人いる。初恋はいつ。初恋じゃない。初恋とかしたことないよ。え好きな人いないから。だいたい幼稚園ぐらい。低いんですよ、ね。これ多分あれさ、ね、それ動けの頃。名前覚えてない。マジで。マジで。四歳。いや、五歳くらいや。四五ぐらい。四五ぐらい。幼稚園では知ってない。恋愛は事務所的に NG です。次チョコフォンデさん。ここ。おいしそう。チョコフォンデュさんか。2000人おめでとう。質問です。ありがとうございます。YouTube やっててよかったと思うことは何ですか。いつも元気な動画ありがとう。これからも頑張ってね。こちらこそありがとうございます。頑張ってください。 YouTube やっててよかったこと。はい、あります。あるある。前お出かけしてた時に駄菓子屋さんに行ったんですよ。なんか真顔で見られて、あるなんか可愛い女の子から、女の子中学生くらいかな、で見られて、途中でニヤってされてあのティアラチャンネルさんですよね、アクセスしてもらっていいですかって言われて、マジでアクセスしたことがやってよかったなって思います。マジで。マジで。すごいね。なんかめっちゃ嬉しくてやばかったです。すごい。私はティアラチャンネルやっててよかったことは、なんか最初はなんかもうちょっとね声がそれとちっちゃくて人見知りだったけど、今なんかイエーイぐらいなんかハッピーみたいな、あの明るくなれたってこと。そうよかったよかった。イエーイ。だって入った時赤ちゃんだったもんね。違います。あ、違ったっけ。はい、次ねねは入ってよかったなって思ったことは、なんか何年生ぐらい入ったの。3年生の終わりぐらいで、3年生後半ぐらいはなんか全然なんかまだなんか転校してきて学校にだけなんかあんまり馴染めてなくてなかったけど、なんか4年生に上がったらなんかティアラチャンネル YouTube やってるよねとか言われて、なんかそれでいっぱい友達できたことが嬉しかったです。嬉しい話、感動する話やん。ティアラチャンネルに入れてよかったことは、最初は全然声が聞こえなかったりしてたんですけど、
最近は少しずつ出せるようになってきて、でこれからも頑張っていきたいなって思いました。おお、いい話やん。あ、次私はお出かけに行った時は話しかけられないけど、学校ではいろんな人から話しかけ、 YouTube やってるとか話しかけられるから頑張ろうと思います。それめっちゃあるある。あの動画面白かったよっていろんな人に言われるけ、学校 の、 あの自分のクラスになんかファンがいて、それでなんかいろんな、でもあのなんか照れてて全然話しかけてくれないから、そう、最近の YouTube に入って、あ、じゃあYouTube に入るの？すごい。キャラチャンネルに入ってよかったことは、前スーパーでこう歩きやった、歩きやったらなんか小さい男の子が、なんかもう幼稚園ぐらいの小さい男の子が走ってきて、可愛いみたいになってて走ってた。それが嬉しかった。嬉しかった。話やん。あ、次、桜井アーシャさんかな。アーシャさん。みんなが一番好きなユーチューバーは？はい。あ、もうみんなですね。はい。私が一番好きなユーチューバーさんはキャラチャンネルです。自分です。自分です。私はあのボンボンドリームを踊るときに曲を覚えようと思って、それあのダンスとかを見てたら、なんか他の動画を見てて面白いなと思って、ボンボン TV さんです。あ、ボンボン TV さんも面白い。面白い、うん、面白い。スライムとかね、なんか結構作ってる、結構料理とかもしたり、うん、面白い、するのが楽しい。ねねは、まあ、みんななんだけど、トークにかんあきチャンネルさんとメル TV さんとくまみきさんです。あーりんはみんな面白いと思うけど、特にティアラチャンネルとヒカキンさんが面白いです。あ、面白いね。みんな大好きヒカキンさんやね。みんな大好きティアラチャンネルさん。そっちかい。ティアラチャンネルも好きだけど、特に好きなのはネオちゃん。あー、かわいい。あ、もう一つ。ポップティーモデル。そう、入ってたよね。昨日動画で見た。マイカはもうネオちゃんをリスペクトしたもんね。めっちゃかわいいやん。めっちゃかわいくて好きです。今は、ティアラチャンネルもそうだし、ティアラチャンネルもそうだし、ヒカキンさんとか、フィッシャーズ。ああ。とか、クリエイターひかりさん。あー、ひかりちゃんの動画とか。お、ひかりちゃんね。はじめ社長。ひかりちゃん見てる。見てる。見て。お前はお世話になりました。ありがとうございます。じゃあ次、萌えさきさん、2000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。みんな可愛いですね。質問です。はい、学校では友達と何をして遊んでいますか？友達と遊ん、何をしてるか遊んでるっていうか、前の友達が、前の友達っていうか今の友達だけど、あのティアラチャンネルのことについてお話ししたりとか、そういうことしてます。あと、あ、ティアラチャンネルの話で盛り上がってるってこと？はい。嬉しいね。いい友達持ってるね。いいね。私は、最初は他の友達、前も一緒に友達だったんですけど、その子と図書室とかで本を書いたりしてて、でもなんか外で遊びたくなったから、最近お助けフリスビーって言って、なんかドッジボールみたいに当てられたけど、あの敵の人、敵がいるじゃないですか、その人を当てたら仲間が一人戻ってくるみたいな、そういうゲームをやってます。あ、お話です。あの、お外で遊びたいけど、日焼け止め、あの日焼けしちゃうので、あんまり遊ぼうって言われても日陰で遊んでます。でもちょっと日焼け止めちょっと努力してるんですね。
と黒板でお絵描きをしたり、いい外で鬼ごっこをしたりして遊んでます。足速いもんね。めっちゃ速い。そうね、見た目はね、あれだけど、うん、足は速いからね。お昼休憩の時鬼ごしたらすぐ捕まっちゃいました。そう、足が速いっていうね。マイカは、前はドッジボールが嫌いで行きたくなかったんですけど、今友達に一回誘われて行ったらドッジボールが楽しくてやってます。あけど取れません。ゆなは晴れの快晴の時とか太陽が出とう時は快晴って何、友達と学校をぐるぐる回りながらお話ししてめっちゃ曇っとって雨が降りそうな時とかは外で遊んでる。普通の反対だよ。普通の反対。反対、晴れの日に、うん、外で遊んだら日焼けするけん、うん、変わった時に。はい、次、リンリンさん、ダイエットはしていますか。じゃあこれはね、代表して答えてもらおうかな。じゃあねね。ねねだ、ダイエットすると背が伸びないって聞いたから、体にバレないダイエット。体にバレないダイエット。なんかご飯もともと小食だから、あんまりダイエットしようと思ってるけど背が伸びないからしてません。してないってことね、はい、じゃあアリサ。はい、アリサはですね、ダイエットはしてないんですけど、めっちゃ体が疲れるので、お風呂の時にめっちゃマッサージクックーって、リストレしてこうやってクックーって。そしたらちょっと細くなるんですよ。めっちゃ気持ちくなるよね。そう、気持ちいいよね。クックーって感じしてます。じゃあ基本的に皆さんはダイエットはあまりしていないということですね。ダイエットとか美容、ダイエットっていうか美容に関わることしかやってない。うん、ほう、意識高っ。じゃあ、さやさやさん。はい、はい、さやさやさん。さやさやさんか。さやさやさん。スライム作ってみてください。お、あ、作る予定ですよ。ね。社長さん。オッケー。じゃあ次、トワイス大好きさん。チャンネル登録者数2000人、おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。好きなお菓子は？猫派？犬派？好きな教科、嫌いな教科は採用してもらえると嬉しいです。じゃあこれも代表して言ってもらおうかな、はい、好きなお菓子は、じゃあアリサ。好きなお菓子言いたい。じゃあねね。言いたい。じゃあねね、どうぞ。せーのでよ、じゃあよ。せーの、じゃがりこ。揃うと思った。せーの、え、違う。せーの、じゃがりこ。揃えるかい。せーの、グミ。私のじゃがりこと一緒です。いいよ。せーの、コアラのマーチ。コアラのマーチは確かに美味しいな。美味しい、ね、あと、せーの、プリッツ。めっちゃ揃うでしょ。揃えとる。揃えてない。せーの、ポッキー。じゃあ猫派か犬派は、じゃあマイカ行こうかな。猫派ですか犬派ですか。犬派です。それはなぜ。なんか猫はなんか洋服とかに毛がつくのが嫌だから。え、犬もつくじゃん。犬もつくじゃん。犬はさ、猫はすぐ毛が取れるけど、犬はあんまり毛がつかないし、可愛いからです。猫も犬も可愛いよね、うん、じゃあ好きな教科、嫌いな教科、じゃあリン。好きな教科は図工と体育で、嫌いな教科は算数です。一緒。なんかありがちやね、算数嫌い。今算数あ、ねねね、図工と社会嫌いだったんだけど、苦手なんだったけど、あれなんか今なんか、歴史の勉強してるから、歴史がめっちゃ好きやから、今の社会は好き。じゃあ次、ニナさん。ニナさんね。ニナ。ユナちゃん、アリサちゃん、ネネちゃんの身長を教えてください。これはさっき答えたね。いつも可愛い動画をありがとう。これからもたくさん博多弁話してね。応援しとうよーということです。話すべ。いつでも待っとるけん。
ミニーさん